見知らぬ男が彼の書店に現れるわけなの。その男が紙袋みたいなものをニコラスにこれちょっと買い取ってくれないかと頼むわけなの。その紙袋を開けてみたら、信じるか信じないかはあなた次第です。いやもう手話手話じゃん。サイレントで始まったよ。俺のツッコミがなかったらもうずっと無音の状態で始まってたからな。手話で返せよ。なんでだよ。そのツッコミも手話でやって。はいどうぞ。はいどうぞ。そりゃそうだ。はい。こうなるだろうが。できるわけねえだろうが。いきなり今日はですね、不老不死の都市伝説をね喋っていこうと思うんですよ。はい、夢見るよ不老不死は。はい、やっぱ都市伝説とは切っても切り離せないお題ですよね不老不死ってね。ここでねちょっとみんなに聞きたいんだけど、ニコラス・フラメルっていう人物をご存知でしょうか。知らないね。ニコラス、うん、ファンタスティック・ビーストと黒い魔法の誕生っていう作品と、ハリー・ポッター賢者の石、はいはい、最初だね。そう、この2つに出てくる人物なんだね。劇中では賢者の石の製造に成功してて、不老不死に成功してるんだよ。この人物が本当に実在してて、人類史上初の不老不死に成功した男と言われているんですよ。どうですかまずこの不老不死。まあシンプルにちょっと理解が追いついてない。うん。なんか普通にいますみたいな感じ入られたから、あ、いるんですかみたいな。そもそもいないのが大前提よ。そうなんだけど、まあやっぱ聞くじゃん。でもそういう話ってヒトラーが不老不死なんじゃないか説とかさ、あ、そういう噂めいたものってこうちょいちょい聞くじゃないですか。オロチマルとかね。オロチマル、いやそれもうアニメの作品だからね。そんな中ニコラスという男が一番ね不老不死に成功した可能性が高いとこう言われてるわけなんですよ。おー、というわけでね、今日はこのニコラスについて詳しく喋っていきたいと思います。はい、はい。ニコラス・フラメルは1330年に生まれて、古書売買と出版業に携わっていました。彼はパリに2つの小さな書店を持ち、1368年にペレネルという女性と結婚しています。彼は極めて平凡な人物であり、実際に生前のニコラスが話題になるようなことはありませんでした。このニコラスという男が、1418年に88歳で亡くなったっていう記録が残されているわけなのよ。ですが、彼は以後に注目され始めるようになるんだよね。それっていうのが、ニコラスは錬金術を研究していたんではないかっていう話が結構ちらつくようになるんですよ。錬金術とは紀元前1世紀頃にエジプトで始まり、アラビアを経てヨーロッパに広がった鉄くずを価値の高い純金などに変えようとする科学技術である。さらに不老不死の戦略を得ることができるとされ、呪術的性格を持っている。錬金術っていうのは無機物から有機物に変えるのも錬金術の一種と言われてるのよ。ってことは命がないものから命があるものに変形させるっていうことだから、これに関係して不老不死の研究も進めていたのではないかと。全ての発端はニコラスが見たある夢なんですよね。夢の中で天使が現れるわけよ。その天使がニコラスに向けてこう語るんです。この本をよく見てください。あなたも他の人も最初は書かれている内容を全く理解できません。しかしいつの日か他の人には見えないものがそこに見えてくるでしょう。この夢ちょっと意味深じゃないですか。まあそうだね、うん、まあでも夢だからね、うんうん、でニコラスは天使からこう本をねこう差し向けられて、その本に手を伸ばすわけですよ。手を伸ばしてあと一歩で届くぞっていう瞬間に目が覚めてしまった。ニコラスはね、この日以降ずっとモヤ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 するんですよ。そしてモヤモヤした気持ちで書店でねこうずっと働いてるニコラスなんだけど、ある日ね転機が訪れるわけです。見知らぬ男が彼の書店に現れるわけなのよ。その男が紙袋みたいなものを
ニコラスにこれちょっと買い取ってくれないかと頼むわけなのよ。その紙袋を開けてみたら、夢に出てきた本と全く同じだったんです。おー、正夢か。その本のタイトルにアブラハムの書って書かれてあって、イラストとか文章とかがこうバーってこう並んでる感じなんだけど、何が書かれているかとかはよく分かんなかったんだけど、イラストの感じからして錬金術に関係するものっていうことぐらいは分かったわけよ。このことがきっかけで彼は錬金術の研究に没頭するようになったんですね。解読作業に21年を費やした時点で本の内容が徐々に分かってきたものの、それでも完全に理解するにはまだ程遠い状態にありました。ニコラスは当時多くのユダヤ人亡命者が住んでいたスペインへの旅に出ることにしました。スペインはユダヤ人が多く住んでいて、そこでは錬金術の研究がかなり進んでいた。スペインへの旅行中にニコラスはユダヤ人の学者であるカンチスに接触することができた。カンチスはアブラハムの書を見た瞬間大興奮で、自分にも解読を手伝わせてほしいと頼んだ。カンチスはニコラスが持ってきたアブラハムの書の数ページを翻訳した後、残りの部分を手伝うために彼と一緒にパリに戻ることにした。カンチスはね、残念ながらね、このタイミングでね、なってしまうんだよ。そしてニコラスはその後3年経過して、ようやくこの本の内容が分かって、強力な魔法を解き放つことに成功したと。その魔法の一部が錬金術って言われてるんだよ。そしてその錬金術の一部に賢者の石の製造っていうのがあったわけ。賢者の石とは、中世ヨーロッパの錬金術師が鉄くずを金に変える際の道具になると考えた霊薬である。見た目は諸説あるが、アラビアにおいては黄色で卵のような形、西洋においては赤い石の形が一般的だが、実際には石とは我々の言う石ではなく、液体だったとしても石として扱われる。本を売りに出したやつ何者って感じだけど。そうだよね。そうなんだよね。ボルデモートだったんじゃねえ。あー、もうハリーポッター出てくるあの恐ろしい顔のやつ。名前呼んじゃダメだから。恐ろしい顔したやつっていう情報ぐらいしか分かんなかったんだよね。そう、名前呼んじゃいけないやつの名前しか覚えてない。唯一覚えてた。やばいやつ。1380年にフランスでは錬金術禁止令っていう法令が出されるんだよ。そんな短かった。なんでそんなね、禁止になっちゃったんだろうね。錬金術って怪しい噂とかも結構多いのよ。やばい物質をこう合わせて何かを作ったりしてるから、いいことはないだろうみたいな感じで、この法律が出されたんだけど、ニコラスはそれでも役人の目を欺いて秘密裏に研究を行っていたわけなのよ。そして1382年にニコラスはそこら辺の鉄くずから水銀を作ることに成功したって言われてんだよ。これもね、正確な書類っていうのはないんだけど、この話の信憑性を表すエピソードとして、1382年あたりからニコラスはやたらとね、お金持ちになっていたんだよね。そういう情報とかは残されてるわけ。でもこの金の出所っていうのが誰にもわからなかった。その活動状況からして金の出所ないもんね。会社にも制度も勤めてたわけじゃないしね。17世紀初頭、ニコラスの子孫にあたるデュボワという男がニコラスの秘密のいくつかを継承し、鉛から金を作ることができたと主張した。これを聞きつけたリシリュー枢機卿っていう教会のね、偉い人のことを枢機卿って言うんだけど、リシリューがね、その本のおかげで錬金術ができているんだったらそれをよこせと言うわけですよ。でデュボワを牢屋に入れ込んじゃって、その本をまあリシリューこう読むわけなんだけど、やっぱりわからないんで、まあそうだよ、だリシリューには読めなくて、この本を破棄してしまうんですよ。だから結局アブラハムの書っていうのがどこにあるかっていうのは誰にもわからない。この17世紀にニコラスとっくに今1300年代の人物なわけなんだから、生きてるわけないじゃないですか。そうなんだけど、17世紀にニコラスの目撃情報っていうのがいくつかあるんですよ。だでも80代になった記録があるんだよね。そう、なった記録はちゃんとある。私顔も分かられてるところでしょ、目撃情報ってことは。この目撃情報からも彼はその賢者の石で不老不死の研究に成功して、生き続けることに成功したんじゃないかって言われてんだよね。その噂が出る前に結構ニコラスが有名になったってことか。そうだね。だってね、生きてるうちは何も長通ってないんだもんね。そうそうそう。その目撃情報の大半っていうのがニコラスと奥さんと二人でいる場面だったんだよ。このことからニコラスと奥さんの二人が不老不死に成功して、葬式とか死亡記録とかいうのも偽装してインドに移ったって言われてんの。実在したニコラス・フラメルは1418年にこの世を去り、三次の三墓地に入ったが、後に
墓を掘り起こした人物が言うには棺桶の中は空っぽだったという。今2021年じゃないですか。これもしニコラスが今も生きているとすれば691歳っていう計算になるのよ。錬金術の研究者とかが言うには不老不死に成功したら人間は数千年は軽く生きることができると言われてるわけなのよ。あちこちでこう見つかる目撃情報とかも考えるともしかしたら我々も知らず知らずのうちにニコラスと遭遇するのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ちょっとニコラス怖いなと思うのが、うん、一緒に研究してる人が死んでるじゃん。死因がわかんねえんだったら俺ワンチャン渡したくなかったんじゃないかなっていう。あ、本を？そう、うん、首締めしたかったのかな。だからしちゃってんじゃないかってちょっとダークな想像してしまう、うん、あー、うん、なるほどね。研究者ってそういうとこちょっと怖い一面あるじゃん、なんかイメージ。21年も研究してないでさっさとスペイン行けって話だけど、まあ、やっぱ自分のものにしたかったからギリギリまで、ね、そうだね、うん、回復しようとしたんだろう。あ、まあ確かにな。まあそうかもしれんね、そう考えるとね、うん、このお話が少しでもゾッとしたらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイBoy, bye.